能登半島地震の影響で断水が続いていた穴水町の恥かし地区昨日およそ1ヶ月ぶりに断水が解消しましたこちらは穴水町の避難所ですこのあたりの地区では昨日の夕方からこうして水道の水が出るようになりました 穴水町では能登半島地震の影響でおよそ2000戸で断水が続いていて現在も復旧作業が続けられています恥ずかし地区の指定避難所でも断水が続いていましたが昨日午後4時ごろに解消し少しずつですが徐々にインフラの復旧が進められていますあたあこれで仕事が減る、うん、女の人はやっぱりね、あ楽になるわって 大変喜んでま花水町では全域での復旧のめどを来月下旬から上旬に前倒しして作業を進めています。